昔々、佐渡の鴨村に五右衛門という長者どんがおりました。ところが武右衛門は、それはそれは強欲で、爪の赤ほどの情けも知らぬ男でした。ある晩、鴨湖のほとりに佇み、俺はこの湖を一日も早く埋め尽くして、佐渡で一番の長者になりて。とつぶやきました。広い湖のあちこちには、雨舟がごまでも撒き散らしたように漁をしていました。が、急にその時、風もないのに水面がざわざわとさざ波を立てました。何か動かなかったか。いえ、旦那様、旦那様、鴨湖の漁師たちがこれ以上湖を埋められては漁ができぬと押しかけてきております。やかましい。鴨湖はわしのものじゃ。漁師の言うことなどほっとけ。今におとなしくなる。でも、でももクソもない。あの湖は土地のものから高い金で買い上げたもんじゃ。お奉行様もそれは認めておる。いざとなればお奉行様が動いてくださる。失敗せんでよい。魚が住めなくなったらどうする。これ以上鴨湖を埋め立てちゃなんねえ。でも埋め立て工事は漁師たちの声を無視してどんどんと進みました。長かった冬も終わり、湖の形もすっかり変わり、夏には青々とした水田が広がるのを武右衛門は楽しみにしておりました。そんなある朝、じゃじゃじゃまじゃじゃま、私は鴨湖の漁師でございます。長者様、お願いでございます。鴨湖をこれ以上埋めちまうと漁場が汚れちまって、わしら漁師は生活していけねえんです。なんとか工事を中止して湖を汚さねえで暮らせ。聞く耳持たん。お願いでございます。お願いでございます。町へ行くぞ。くたびれ。旦那様、危ない。よし、一体どういうキャラとの長者ブーモンに立てつくと不定圧のこれでもくらえ。旦那様、もうこれぐらいで。旦那様、なに、漁師どもがお奉行所に訴え出たじゃと。誰の者を持てあげ。長者武右衛門、この方の訴えによれば、佐渡一番の長者になりたいがために鴨湖を埋め立て田畑を増やし、あまりある財産を10倍20倍いや100倍にしたいと目論んでいるとは、まことか。はい、いえ、とんでもございません。お奉行様はよくご存知のはず。私どもは民百姓の幸せを願えばこそ鴨湖を埋め立て田畑を増やし。いやい、長者武右衛門、民百姓の幸せを願えばこそ湖を埋め立てただけ。聞いたふうなことを抜かすな。あの湖はな、天からの授かり物じゃ。百姓は先祖代々生活用水として利用し、漁師は魚を取って、それを生活の糧としてきたのよ。子供たちが将来安心してこの土地に暮らすことができるのも、湖があればこそじゃ。しかし、お奉行様。しかし、もう欠かすのありゃしね。漁民や百姓の心配を思うと、八つ先にしてもあまりやる。はっは。よし。しかし、漁師もうへ。
その武右衛門に石を持って一人制裁を加えんとしたことは言語道断、悪行の極みこの上なし、よってお国払いといたす。直ちにこの佐渡の国から出て行き、二度とこの地に足を踏み入れるでない。よって長者武右衛門は無罪放免。ほっほっ、これにて権力者。ありゃ、お裁きが終わって奉行所を出た武右衛門が秋津村の坂道に差し掛かった頃、長い春の日はとっぷりと暮れて、空には月が昇っていました。坂を下り長江川の近くに来た時、すぐ前方に裏若い女子が立っていました。姉、どこまで行くのじゃ。私は川屋村まで。女子の一人歩きは物騒じゃ。わしが送ってやろう。それはそれはご親切ありがとうございます。月が出ているとはいえ、女の一人歩き心細くって。はあ、旦那様、この女子身のこなしといい、言葉遣いといい、釜屋の炭焼きの娘とは思えません。関わり合いにならんと先を急ぎましょう。心配いらん、お前は先に帰っておれ。そう言って提灯をひったくると、武右衛門は娘の肩を抱くようにして釜屋に向かって去って行きました。あの女子、性のあるもんとは考えられねえ。いや、心配することはねえ。あの武右衛門様じゃ、今頃娘の手を引いてホクホク喜んでいるに違いない。武右衛門に一言知らせたいことがある。お奉行様。あの娘は性あるものね。わ、死んどる。大変じゃ。旦那様、大変じゃ。いつの間に後ろに。先に帰ってよいと言うたぞ。何をしとる。その裏方は私が何か。そのあの裏方はやっぱり魔性の女。どこへ消えちまった。旦那様、旦那様。踊っておる。武右衛門様が水の上で踊っておる。庄兵衛の知らせに村中火がついたような大騒ぎとなり、村の若い衆や漁師があちこちから船を出して武右衛門を探しました。しかし水の上で踊る武右衛門の姿はどこにも見当たりませんでした。やがて短い春の夜がしらじらと明けた頃、
ブエモンの亡骸が暗い湖の底から浮かび上がってきました。旦那様、村の衆は口を揃えて、こりゃカモコの主の仕業に違いねえとささやき合い、湖の恐ろしい仕返しに恐れおののいたということです。